俺は、バイオ系の大学院を出て、博士号取得後に大学に勤めたが、パワハラで精神を病んで、ニートになってしまった。ピペドという言葉を聞いたことがあるだろうか。俺はまさにそれで、探しても、なかなか就職先は見つからなかった。そんな俺だが、1年のニート期間を経て、中小企業に勤めることができた。希望に燃えて初出勤。バイオ系と工業系の部署がある企業だったんだが、工業系の先輩に、お前、なんでバイオ系なんて言っちゃったの？工学系にすればよかったのに。東大まで出てこんな会社かよ。まあバイオなんて、この会社からすぐになくなると思うけど、頑張ってね。なんてからかわれた。なんでそんなこと言われなければならないのかと、それなりに努力してきた自身が、情けなくなったが、それ以上に怒りが湧いてきて、こいつに復讐することを決意した。それから、俺は復讐として仕事を頑張った。企画、営業、実験、報告、知財、予算管理などなど、国の補助金を取りに行ったり、他の先輩を巻き込んで、チームで全力で頑張った。毎日吐いて、180センチ50キロまで、体重が落ちたかと思えば、90キログラムまで太ったり、心臓が止まって倒れたり、いろいろあったが、この頃は本当に楽しかった。その甲斐あって、3年後には、バイオ系が会社のメインになり、俺は、仕事で責任者を任されるようになった。戦術の先輩も、バイオ系に異動になり、俺の部下になった。そいつは、他の仲間とうまくやれず、邪魔なので、無駄な資料整理とかをやらせておいた。しかし、給料は、年俸300万のまま、1円も上がらなかった。純利益でも、10倍どころじゃなく稼いでたはずなんだが、俺は仕事が楽しかったし、何より、戦術の先輩が、肩身狭そうにしているのが笑えたので、基本的に満足していたが、他の仲間は昇給していたらしいので、さすがにおかしいと思い始めていた。そんな折、後輩の女の子が、上司、50代女の噂話を聞いたと言ってきた。要約すると、ピペドさんは、履歴書が汚いし、バイオ系だし、よそには行きにくいだろう。そういう人は、安く使えていいのよね。というようなことを、トイレで言っていたらしい。その子も、バイオを馬鹿にされて悔しいのだろう。泣いていた。俺は再度復讐を決意した。俺は転職活動を始めた。しかし、俺を取ってくれる会社はなかった。中には、お前もう33でしょ？勉強はできたはずなのに何してるの？普通は結婚して、家庭を持ってる年だよ。ちゃんと生きてこなかった奴は、顔を見りゃわかるよ。なんか、童顔で赤ん坊みたいな顔してるもん。なんて言ってくる面接官もいた。こいつにも後日復讐はしたが、それはまた別の話。仕方がないから、俺は資格を取得した。チームの仲間に、資格を取ったので、転職活動を始めることを伝えると、上記の女の子や、他の先輩も転職するというので、みんなで、励まし合いながら転職活動を頑張った。その後、チーム5人とも転職を決め、復讐を開始した。方法は簡単で、仕事を完全に放り投げて辞めることにした。シンプルで、一番ダメージがでかいと思ったから。女上司には、上記の5人で、同じ日の1時間おきに、辞めると伝えに行った。俺は3人目だったが、怒鳴り散らし始めたので、全く話を聞かずに、無表情のまま、退職届の封筒で鼻をツンツンしてやった。30分間くらい。5人目だった奴は、ペンをぶつけられたと聞いている。くしくも、その日は、女上司の誕生日だったので、5人目の奴と話し終えた女上司が、会議室から事務室に戻ってくる際、電気を消して、ケーキに、ろうそくに火をつけて、ハッピーバースデーを歌ってあげた。多分感動したんだろう。プルプル震えていた。そして、俺たちは、最初に出てきた先輩に、仕事をすべて引き継いで辞めた。5人分の仕事をすることになった彼は、
大変そうだったが、やりがいのある仕事なので、頑張ってほしいなと思った。数ヶ月後、先輩は、機械を壊して辞め、女上司は離婚し、会社はやはり儲かってはいないようだと聞いた。仲間の中の一人が、取引先に転職したんだけど、もうあそこ空気最悪っすよ。と笑っていた。俺は、後輩の子に告白されたけど、断ったせいで気まずくなり、他の三人にも会えずにいる。読みにくい長文で、またつまんない復讐でごめん。今日、ちょっといろいろあって、どうしても吐き出したくなったんだ。最後に一言。バイオ系、生物、生化学、生理学、農学など、の院には行くな。マジで。医学、獣医、歯学なんかは専門職だし、薬学系とかはまた別なんだろうけど、それ以外は最悪だよ。興味があれば、暇な時にでも、ピペドでググってみてください。ドクターからポスドクを経てドロップアウトっていう、最悪のパターン。この最悪にハマる人が、年々増加してるんだぜ。人からは高学歴と呼ばれるが、俺は、これを重学歴と呼びたい。身動きが取れないくらい重いから。